こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。お願いします。よいしょ、はい、うん、ちょうどノリだけが映る。はい、今回はこちらですね、グラニースクエアの膝掛けの方ですね。こちらの方がだいぶ大きくなりました。ですね、今の大きさの方が、こちらですね、こちらの色の方が引っかかっちゃった。一玉編んで、ピンク系の色が入ってる方が二玉目に入りました。でこちらの方ですね、赤とかブルーが入ってる方は、まだ残っています。で今の大きさが、ごめんなさいね、ちょっと見づらいんですけれども、今45センチ角ぐらいですねまで大きくなってきました。ちょっと全体的に映らなくなってきましたけれども、かぎ針がすいません落ちました。このくらい、はい、それで中心のところがピンクの入った色の方が2段編んで、であとこちらですね、薄いピンクのモヘアと、これなんて言ったらいいんだろう、すごいなんか細い糸なんですけど、ちょっとループ状になっている糸なんですけれども、こちらを2本取りにして編んでる方ですね。こちらを2段ずつで、こちらをピンク系の色を2段編んで、こちらで2段編んで、次にこちらの方ですね、赤系統の方で2段編んでっていうのを交互にやっていったんですけど、でここのところでピンクを今度2段っていうのをこちらの糸の次に、もう2段ピンクで編んで、こちらの糸を編んで、次に今度は赤系統の色ですね、こちらを2段編んでピンク編んで、もう一度こちらを編んでっていう形にしてます。で今はこちらで2段、ここからピンクで2段編んでから、こちらの方を3段編んでみました。それでまた2段編んで、ここ今度3段、こちらの色でまた編もうかなと思っている途中ですね。ここまで今編んでいるので、あ違うね、ここから立ち上がったからぐるーっと来て、今ぐるーっと来てここですね。はい、ここの続きの方をやっていきたいと思います。こちらは見えるかな、かぎ針3号で編んでます。これでね、どこまで編めるかちょっとわからないんですけれども、一応こっちはね、まだまだ糸はあるんですけれども、こちらの方の糸が、3玉ずつあるので、ちょっとあとどれだけこちらの方がね編めるかが分からなかったので、こっちの方をちょっと2段ずつ編んでたところをここから3段にちょっと変えてみたんですね。ここで入ってるかな、これね、薄いんですけれども、大きさの方を結構大きく、したいので、なるべくこの糸をできるだけ使えるところまで使いたいんですけれども、一応こちらの糸の限りがあるので、
一応ね、でもこちらの方の糸は赤茶色みたいな色がもう一色だけ3玉一応持ってるは持ってるので、もしこちらの2色で足らなかったらそちらも使うかもしれないんですけれども、ちょっとね靴下の練習用にちょっと編みかけてたので、そちらの方は最初の時にお出ししてなかったんですけれども、絡まった。何ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、はあ、そうですね、なるべくこちらのピンクの方の糸をたくさん使えたらなと、消費したいなと思っております。なので今回使い切れなくても、また他のものを何かね作るときにちょこちょこ使うかもし登場するかもしれないですね。ちょっと変なになっちゃった。ちょっとね膝掛けだから早く編み上げたいんですけれども、何せ3号で編んでるので、なかなか進まないんですけれども、それでもね棒針ではないので、やっぱここにあると引っかかっちゃうね。ちゃんと糸が出てくれませんね。ごめんなさい、カメラ動かしちゃった、すいません。ちょっと今どれぐらいだったんですか？すいませんね。こういうちょっとこれもね、もともとコーン巻きだったのを、玉巻き機の方、玉巻き機だっけの方で巻き直したんですけれども、同じぐらいのこのコーン巻きになってるんですね。で、そちらの方で、いろいろ、ちょっといくつか持っているので、いろいろ混ぜながら編んでいきたいと思います。グリーンの色のカーディガンの方もね、やっぱり、黒とグリーンのモヘア、カゴ盛りのグリーンのモヘアと、あとこういう感じのコーン巻きの黒の糸と、あとモスグリーンかな、カーキかなっていうようなコーン巻きの糸と3本取りで編んでるんですけれども、そちらもねやっぱり同じぐらいの多分巻き数があると思うんですけどね。どのくらい巻いてあるのか、これ127m、 こっち、うん、カメラには微妙に映りづらいんだよね。127m ではないんじゃないかな、うん、ちょっとねこの筒の内側の方に書いては多少書いてはあるんですけど、ちょっとどういう風な表記で書いてあるのかがちょっと分かりづらいんですけれども、分かりづらいというかちょっと分からないんですけど、こんだけたくさん巻いてありますね。まあ、これだけ細いですから、だいぶありますけれども、何かの多分機械とかで編むような本当は糸なんだと思うんですけれどもね、機械編みはやったこともないので、これねすごいすごいなんか派手派手な糸だったんで、最初どういう風に色がこの辺かな出るかなって思ったんですけれども、こちらの色入れたからなんとか、これこの色が入ってなかったらすごい色に編み上がってますよねきっとね。今でもなんか段染めの糸がなんか自分の中でマイブームで
なんか段染めの糸を見るとなんかついつい欲しくなってしまって、段染めとかあとグラデーションの糸とか見るとなんかあー欲しいと思って手が伸びちゃう。でももうちょっと抑えなきゃ、今あるのを使わなきゃと思っているので、そうですね、持ってる糸をこううまく組み合わせながら編んでいこうかなと思ってるんですけども、この糸は動画始めてどのくらいだろう、少しぐらい、去年の時にこちらの方の、購入しましたっていう動画の方はね上げているんですね。100円ショップのワッツさんっていうところで購入しましたっていう動画を上げてると思うんですけれども、そちらの方でそちらの方で買った糸ですね。それもちょっと去年の糸も使いながらそうですね、いろいろと最近買った糸と50玉チャレンジと使っていろいろ作品を作っていけたらと思ってます。あ、引っかかっちゃった、引っかかっちゃった、どこで引っかかったのこれ。あ、ありがとう、すいません、なんか変なとこに引っかかっちゃった。こんな感じですかね。一応ね、こちらの方もちょっと改めてプリン、この辺の方が見えるかな、プリンとプライマルチ、いいですか、プリン4プライマルチ、アクリル75、ナイロンが25ですね、棒針が3から4号、かぎ針が4から5号で、メーター数の方が117メートルなってますね。見えた？見て。ペナロッケ。うん、はい。で、色番が3番ですね。こんな感じです。バーコードがこんな感じですね。はい、こちらの方ですね。多分あんまりワッツさんっていう100円ショップがどの辺のところで、うちのと、まあ、近所ではないんですけれども、ちょっと電車で何駅も移動した先の方にあるんですけれども、割と普段出かけるところの近くにあるので、行った時はたまに覗いたりして買い物したりしてますね。こんな感じ、だいぶ大きく、こう綺麗ですよね、うん、なんかね、関東近辺にあるみたい。ワッツ、そうなんだ、関東近辺だ、近辺だって関東近辺ですって、皆さん分かりましたか。ということで私は関東近辺です千葉くらいまではあるよ。そうね、まあ関東近辺です近辺ね、そんな感じ、近辺 におりますし、はい、今回はこんな感じで、グラニースクエアの方が少しずつ大きくなってきましたよという動画になりました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われる方はチャンネル登録、高評価、コメント、あとツイッターの方もやってますので、もしよかったら見てみてください。
ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆず猫と娘でした。バイバイ。バイバイ。